イモータルテクニックは、ペルー共和国リマ生まれ、アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市、ハーレム出身のラッパー。ライブでのイモータルテクニック1978年に、ペルーのリマの陸軍病院で生まれ、1980年にアメリカ合衆国のニューヨーク市ハーレムへ移住した。9歳でラップを始めたものの専念することはなく、10代は、 多くのトラブルを引き起こしたが、ペンシルベニア州立大学に入学。しかし大学生活はうまくいかず、刑務所で時間を費やした。刑務所では、チェゲワラなどのラテン系の革命家や、マルコム X などの黒人革命家の生活や教えを研究し、楽曲を書くことに専念し始めた。1999年の仮釈放後は、ニューヨークに戻り、 仕事を終えた後の夜に、ラッパーたちとフリースタイルバトルするという生活をし始め、スキルを磨いていった。フリースタイルバトルを重ねるうちに、彼の名はアンダーグラウンドで広まったものの、メジャーレーベルでのリリースは、有効的でポップすぎるとして、2001年9月に自主制作でデビューアルバム、レボリューショナリーボリューム1をリリースした。2003年にニューヨークのレーベルである、 バイパーレコーズ、2004年にベビーグランドレコーズと契約、デビューアルバムの再発を行った。以降は、バイパーレコーズからアルバムをリリースしている。ライブでのイモータルテクニック2011年に、ベストアルバム、ザマーターをリリース。2013年には、新アルバムと2枚目のベストアルバム、ザマーターにをリリースすることが発表された。ありがとうございます。